ここは遠洋漁業の基地として有名な小樽。北海道は雄大な大地とともに、また漁業、水産業の盛んなところでもあります。こうした漁港に、あるいは水産物加工工場に、冷凍車、保冷車などの特殊なトラックがやってきて、北海道の新鮮さをそのままカーフェリーによって首都圏へと運んでいくのです。北海道は首都圏への食料供給基地としての大きな役割も持っているのです。これまでは首都圏という大消費地との距離に泣いてきました。でも今ではカーフェリーが北海道と首都圏の間をぐっと近づけたのです。牧場で飲む牛乳の新鮮さ。搾りたての牛乳は表面に脂肪が浮いていて、そのコクのある味と香りは牧場ならではのものかもしれません。牧場で搾られた牛乳から作られるバター、チーズなどの新鮮な乳製品をカーフェリーは大量に首都圏の食卓へ運んでくれます。カーフェリーは観光だけでなく、流通革新の担い手としての大きな役割を持っているのです。この広い牧場にも人間の数は数えるほどしかいません。すべて機械が人間の手助けをしているのです。草を刈り、干し、束ねる、それぞれの役割を持った機械があります。こうした大きな機械も本州の工場からカーフェリーによって運ばれてくるのです。流通機構の担い手カーフェリーは、また北海道の近代化にも大きな役割を果たしています。近代化された農業によって作られた農産物は、価格の面で首都圏をはじめ消費地に恩恵を与えていると言えるでしょう。東京苫小牧を走る大型カーフェリーの登場によって、北海道の農業、漁業、水産業などは僻地産業から大都市近郊産業の形態へと大きく脱皮していこうとしているのです。